おはようございます、春さん。春のヒヤヒヤシートを出しました。スフレ風ホットケーキを作ってみようと思います。いかがでしょうか。もう鼻がクンクンしておりますね。ほほー、結構膨らんできた。おはようございます、春さん。ご飯にしますか。お楽しみのご飯だって。ごめんね、器忘れちゃったの。あれ食わせろ食わせろ、はよ食わせろ。器がちっちゃいですね今日は。あ、いや瞬殺じゃん春。最近はもう器が違くても腹減りすぎて食べますね。あれ、朝の一番元気だよね。ちょっと暑いから春のヒヤヒヤシートを出しました。どうですか春、冷たい？いや、ちょっとまだ暑そうだけどね。今日はこちらでじゃじゃん、スフレ風ホットケーキを作ってみようと思います。ホットスタンドマシーンでホットケーキが作れるのかどうか検証です。やってみましょう。あ、見てください、春も楽しみそうな顔をしていると思いたい。思いたい。スフレ風ホットケーキミックス、トレット、はい、そしていつもの四つ葉牛乳。四つ葉牛乳、これはね、キャップ、ね、キャップがあるポイントの高さはすごい。すごいね。そして、はい、そして卵、はい、黒玉、こちらで使っていきましょう。お願いします。こちら一袋、はい、一袋多いかな。いや、何人分なんでしょうか。20センチ以下の時一袋1個60、いけるな。じゃあこれで作りますよ。ちょうどいいのがないのでお鍋で作りたいと思います。箸は2本より、フォークは4本あるから、まあかき混ざるんじゃないかと。はい、まあやってみよう。作っております。何変なこと言ってんの。卵と牛乳を混ぜます。はい、でその後に色が白っぽく、いいですね、キャップが外れてないですね。こちらね、たまにやるんだよね。 60cc、 もう量りなんてものはないので、このくらいかな。恵んでいきます。で、まずね、混ぜる。まずこれを混ぜるらしい。僕は良くないと思いますが、まあ、ないので、お箸より4本の方がいいだろうということのフォークです。伝わるかな、この感じ。クリックスを入れて、もう全入れです。全入れです。で、1分混ぜます。1分。100均のあのすげえやつ持ってこい。あー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 、めっちゃ飛んだんですけど。飛んでないよ。で、どこちゃんとこれゴミ袋なんでなって、頭使ってほしいわ、ほんとに。はいはい、春がいい匂いするなぁ。まだね、かき混ざってないんだよ。1分混ぜなきゃいけない。あれも見守ってあげてくれ。どう？何点あるこれ？まだ？もうちょいやな。もうちょい？まだあんま美味しそうじゃない。な感じで、どうかな？ちょっとダマがあるんじゃない？まだ。ねえ、監督。どうですか。パンには厳しいからね、春監督は。どうですか監督、こんな感じです。監督いかがでしょうか。おー、鼻がクンクンしておりますね、うんうんうん、気になりますか。お、いい感じだな。お、いい感じサインが出ました。監督の火が出ました。いいのつけます。弱火で、弱火で流して、流して、おお、弱火というか消えてますけど大丈夫ですか。
この難しいところは、ね、うまみがなかなか難しい。あ、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか。あ、ちょ強いんじゃないですか。強い。あ、いいんじゃないですか。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 はい。これで蓋をしてます。これでもう蓋をするだけですか。はい。こぼさないように気をつけてくださいね。大丈夫ですね。3分から5分。3分から5分。途中経過。結構膨らんできた。ね、ちょっとはみ出そうです、うん。ひっくり返します。でもちゃんとひっくり返ります。これはもしや画期的な使い方なんじゃないですか。一番合ってるかもしれない。でれん。あ、スフレっぽい。ちょっと反対も見てみよう。あ、いいんじゃないですか。すげえ四角。完成。めっちゃ四角いでもいい匂いに反応してきましたね。あれも美味しそうですか。いい匂いするでしょ。いい匂いするでしょ。あなたの大好きな気になるねちゃんと焼けてるのかっていうね、そこがまず心配ですね。どうですか。でも焼けてる。お、あ、いいんじゃない。結構ちゃんと中まで火通ってますね。ふわふわそう。あれマドレーヌ的な。ああ、そう、なんかそんな感じっぽいよね、うん、見た目がね。パンケーキというよりはマドレーヌだ。今度はバター味でいってみます。はい、いきます、ね、お願いします。ほら見て、ああ、いい感じ。ホットケーキっぽいぽいね、ぽい。あ、バター、あの、おいしい、おいしい、うん、バターあればいける。うん、ごちそうさまでした。いかがでしたか。あ、もちよくうまく作りたい